女子フィギュアスケート中国代表として試合に出場したアメリカ生まれの周域選手は、今回の北京冬季五輪の演技で転倒したことで、中国の SNS で強烈に非難されています。関連のトピックは数時間の間に2億回も閲覧されたため、中共当局は関連情報の削除に躍起になっています。中共当局は以前からメダルの数は国力のバロメーターだと見なしているため、 中国人選手は大規模な国際大会に出場する際、上位入賞というプレッシャーに常にさらされており、多くの選手が思うような成績を上げられなかったことで非難の対象となっています。アメリカ・カリフォルニア州生まれで、今回の北京冬季五輪に女子フギアスケート中国代表として出場している朱駅選手は、最初の演技で2度ミスをして転倒し、 フィギュアスケート団体戦の決勝進出を逃しそうになったことがネットユーザーの怒りを買いました中国では良い結果を残せなかった多くのアスリートが批判や罵詈雑言を浴びていますこれは極めて異常なことです世界各国と比較してもこうした状況は中国だけが突出していますなぜ中国でこのようなことが起きるのでしょうか それは中共がスポーツと政治を結びつけており、長期的なこの宣伝が直接関係していると私は考えています。つまり中共は、良い成績を残した選手が愛国的だと考えているのです。キーワード、収益が点灯したは、ウェイボーの検索キーワード上位に入っただけでなく、中国人ネットユーザーの間から。 なぜこのような選手が中国代表に選ばれたのかといった疑問が生まれるきっかけにもなりました。アメリカ生まれの主駅選手が中国語を流暢に話せないことも非難され、まず中国語が話せるようになってから愛国を口にしろとの辛辣な言葉も浴びせられています。中国の世論環境はずっと異常です。 それは中共の厳格な言論統制と意識的な偏調誘導のせいでありさらには多くのネット水軍の水面下の画策のせいですだから真実の民意が何なのかはインターネットの表面的なことだけ見ていては判断が難しいでしょうそして主役選手の演技に対する人々のひどい態度ですが彼女が中傷される理由は彼女が失敗したからではないと思います 理由の大部分はなぜこの種駅選手が中国代表に選ばれたのかということだと考えています。2018年にフィギュアスケート中国代表を決定する際に、種駅選手はアメリカ国籍をして、自身の名前をビバリー10から中国名種駅に改めました。そのため種駅選手が他のライバルを抑えて中国代表の座を獲得できたのは、 アメリカから中国に帰化したことが評価されたのと、もう一つは科学者である彼女の父親のコネがあったからではないかと、いぶかしむ声があります。 首疫は試合中にミスしただけで集中攻撃を受け、バリゾー言を浴びせられ、あらゆる言葉で中傷されました。それは彼女が外国から帰化したからです。だから、このような中傷誹望の中に満ちている彼女に対する疑いは、中共の政治体制における政治に対する疑いなのです。首疫の父親は IT 専門家です。 そして、この IT 専門家を中共が見つけて連れ戻し、今、彼は北京大学で重要な科学研究機関を任されています。ということは、彼女の父親の帰国が先で、彼女の帰国はその次だったのです。彼女の成績は、特別に優秀だったわけではありません。それは中国代表としてオリンピックに参加できるレベルでしょうか。 だから世論の多くは彼女の出場にはどんな裏事情があったのか、この親子は特権階級ではないのかと、疑問を抱いていてるのです大紀元コラムニスト、王鶴氏は、中国のスポーツ界には暗黙のルールや裏事情が多く、多くのアスリートや事情通は、そのことに強い反感を抱いていると指摘しています。 この種の声がひとたび上がったらそれはものすごい速さで広まっていきますなぜならみんなこの社会の醜さにほとほと嫌気がさしているからですそしてこの種の話は敏感で刺激的で大衆の注目を非常に浴びやすいのです だから、このような声が瞬く間に広まるのです。このような場合、中共は民意をコントロールするため、急いで投稿を削除し、声を消し、それを無理やり抑え込もうとします。彼らの反応がどんどん大きくなっていったら、人々の非難の矛先は間違いなく中共に向かうからです。インターネットでの非難の声が止まないため、中共当局は、収益が転倒した、収益が失敗した。 収益が転んだといったキーワードを NG ワードに指定し始めました収益は帰化したことによって自分は愛国心に満ちた帰国者だと表現しました彼女の父親も含めて一人の成功者であるべき人がこのような言葉の暴力にさらされるのは中共のメンツを考えると非常に体裁が悪いのです また、中共が詐欺的なやり方で、国外から各分野の人材を引き入れようとしていることについても、非常にマイナスになります。中共当局が近年、海外で生まれた外国籍のアスリートを少なくとも10カ国以上から帰化させて、今回の冬季五輪で中国のメダル獲得数を増やし、優秀な成績を残そうとしているとの報道もあります。NTD ジャパンがお伝えしました。